では早速、コースインしてみたいと思いますのでご指導をお願いしたいんですけれども、はい、まずこいつですね。はい、ここですね。これをクラッチは切る。そうですね。で、はい、手前に引くと、はい、これが、エッジですね。はい、はい、ここから押して下げる。はい、なるほど。で、四駆のローっていうことですね。はい、じゃあ早速行ってみたいと思います。もうこれはギア比はさっきとは変わってくるわけですよね。そうですね、はい、副変速比ですね、はいはい、トランスファーがローポジションになってますので、はい、自転車でいう前のギアがあのちっちゃいギアになってます。なるほど。いっぱい漕いで力が出ます、でもスピードは出ませんっていうやつですね。分かりやすい解説ありがとうございます、はい、これは上行った方がいいですね。そうですね、はい、これいや、全然怖くないですよそうですかそうですか、はい、今僕2足使ってるんですけど、はい、大丈夫、はい、ギアは適正ですか。はい、あーすごい、ゴリゴリ登っていく、さすが。まあ実際はですね、ここはあの普通に登ってくれるそうですぐらいなところなので、そうですよね、はい、あの感動していただけるのは、ね、あのすごいあれなんですけど序の口ですよね、はい、それではあの、はい、オフロードが初ということなので、はい、そっちのところも、はい、緩いので、はい、一足でいいですね。そうですね、一足でゆっくり行ってみましょう。じゃあここ登ってみます。おー、アクセルは一定です。はい、アクセル一定です。おー、これ、まあ、結構余裕な感じなんですよね多分目つむってもいけますからいいですね、そのままゆっくり下がってもらったら大丈夫です。おー、はい、うわー、すげえ。いや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 、すごい。まあ、序の口ですね。で、全く序の口です。はい。はい。はい。まあ、それをまあ、ちょっと2回ぐらい回ってもらった後に、またちょっと、はい、行ってみましょうか。で、そしたら、これはぐるっと行く。あ、そうですね。はい、そのまま回っていく感じで。よいしょ。同じとこで、うん、そうですね。そのまま、はい、反対側から入る感じでいいと思います。すげえ。ここですか。そうですそうです。ここですか。ここですここです。はい。ここです。はい、そのまままっすぐまっすぐ。はい。はい。そのままその先に行ってみましょうか。はい。おおおおおお、すごい。何事もなく登ってる。はい、まあ、もう一台行きましょうか。はい、ゆっくり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 。はい。わあ、すごい。これを進んでもらって、もう一個そのまま進んでもらって。3つ目の山を途中から左に、山の頂上ぐらいから左に切りましょう。あそこですね、はい、その辺ぐらいから左に切りましょうか、はい、おまあでも実際は全然そんなにないの で、ね、はい、はいはいはい、ただやっぱ先が見えないっていう状況下の中で、はいはいはい、だから先読みをかなりしないとですね、いわゆる通行な先まで読むというようなイメージですね。はいはい、これそっちから入ってもいいですか。まあ大丈夫ですよ。はい、あの、もう今の感じでぐるぐる回っていただければ、はい、もうどこでも走れちゃうんですよね。基本走れます。はい。おお、やっぱりあれですよね。サーキットとは全然、まあ、当たり前ですけど、はい、体への入力が違うんで。そうですね。ただサーキットではバンクで下に G がかかるんですけど、そういったことは全くないので、はい、ただお尻が浮く感覚がたまにやっぱあるという、そうですね、普通ではないですね。反対の上に G がかかっちゃうみたいな、うん、あれですね、あの GTR 乗って100キロ出してくださいっていうぐらいの感覚でうんですね、はい、すごいな。わあ、これ楽しいな。これはいろんなとこ行ってみたくなりますね。ここ行けるかな、もうちょっとこっち行けるかなっていう感じで。そうですね、はい、なんだろう、こう片輪走行じゃないですけど斜めぐらいでも行けちゃうわけですよ、ね、はい、そうですね、そこが斜めで、あ、うん、全然行きますよ、そこそのまま行ってみましょう。はい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 、
ローギアの方が、はい、いいですね、はい、これは一回降りた方がいいんですか。一回降りていきましょうか。はい、ちょっと下がってもらって、はい、ブレーキが効いてる。あ、これね、ブレーキコントロール、アクセルを踏むとき解除されます。おお、すごい坂道発進補助ですね。あー、なるほど。しかし結構ガッツリ、そう、ガッツリ効きます。効くんですね、はい、降りてきちゃうのかなと思ったら降りないんですよ。これはですね、このまま左に、左ですか、ちょっと下がってもらって左かな、はい、はいはい、ちょっと下がりました、はい、これ、ここから行けるんですか。行けますね、行けますけど左、左にちょっといっぱい切ってもらって、はい、はい、どうぞ。でちょっと一回そこで下がってもらって、はい、はい、あ、そんな感じ、そうですよね、はい、ちょっと下がってもらって、はい、それを2回ぐらいさ、多分進めますね、はい、ふいふい、大丈夫ですよ。はい、いっぱいに切ってもらって、はい、でそのまま、まあ、ゆっくり踏みながら、ブレーキを踏みながら下るか、はい、そのままシュッていくかどっちかですね。シュッシュッていう、シュッシュッシュッていう感じですね。ああ、なるほどです。上りと下りっていうのはですね、どっち側の方が難しいと思います？下りかなと。そうですね、下りの方がやっぱ難しいですもんね。それはあれですか、やっぱ、重力で、そうですね、勝手に行ってしまうっていうのがあるので、 それをいかにコントロールするかっていうのがあるので、比較的今みたいな、あの上りから急に下りになって、かつハンドルを切らないといけないっていうのが、これ最初はなかなか慣れないですよね。これはアドベンチャーだな。そうですね、多分あれですよね、もう今走ってるコースなんてなんてことのない道なんでしょうけど、まあ、皆さんからしたら、あの、そう、あの坂道でのブレーキのアシストっていうのは、うん、競技なんかでも武器になりうるものなんでしょうか。例えば急斜面で、修正を加えなければいけないみたいなシチュエーションで、そうですね、うん、あるかもしれないんですけど、競技の場合はどちらかっていうと時間っていう制約があるので、一般的にトライアル競技って言われるものには、制約として3分間以内にスタートゴールを決めなければいけないので、そんなに止まってる時間っていうのはもったいないからですね、あの止まることは基本ないです。はい、ただ止まった時のサポートとしては有効かもしれないですね。それでは、あのさっきの、あの向こうの、はい、こう登って降りるやつを行ってみましょうか。はい、はい、あれ、あそうですね、あれですか。はい、あれです。あれっていうのはですね、これですね、はい、あれですね、はい、じゃあ行ってみたいと思います。はい、まっすぐ行きますよ。まっすぐ行ってください。行きますよ。いいですよ、どうぞ。おー、そら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 、で、はい、そのまま下っていただければ、こんな角度です。はい、すげー、普通に行きます。はい、怖えー。ちょっとどっか、はい、怖えーと言いながら笑ってます。行ってもいいですか。あ、いいです。どういう風にアプローチしたら、ね、じゃあですね、ちょっと一回そのまま向こうに、ま、はい、回っていただいて、はい、ここですか。はい、そうです。行きます。行きます。モーグル初チャレンジでーす。うわすごい。そう、はい、そのいわゆるこれ V 字、はい、V 字っていうところをまたいでいく感じですね。あ、なるほど。あのコブを抱えちゃうという、まっすぐ行ってしまうとどうしてもあの、はい、突っかえてしまいます。それでですね、そこはそのまま一旦、はい、じゃあこっちに行きましょうか。左ですか。はい、一回こっちに行きましょうか。はい、そうですね、はい、おーおーおー、はいはい、すん、そのまま行きましょう。はい、怖え大丈夫です。はい、比較的今のは安全な感じで、なるほど、はい、行きました。はい、そうなんです、はい、わあ、間を通って、ここ、ね、はい、そこをちょっと行く感じでですね、ここですね、はい、ちょっと自由に行ってみてください、はい、ちょっとアドバイスしますので、左、ま、左に切ってもらって、そのまま真っすぐ突っ込んで、もうちょっと左、右に切ってもらっていいですか。はいはい、右に切ってもらって、はい、はい、
ですね、うん、いいですよ。でこっち行けばいいですね。そうですね、こうなってもうちょっと行く。ああ、そうです、そうです、今今聞きましたよね、はい、はいはいはい、こういうことですか。はい、そうです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 、そこです、そこです。おお、怖え。こっち大丈夫です、行けま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 す。それはね、ちょっと結構聞いてるんで、せーの、よいしょ。一回バックをして、うん、はい、うん、今ハンドルを右に切ってちょっとバックして、ちょっと車の向きをこうして右に、あ、左にしてもらったですね、はい、で、左に切ってもらって、おお、はいはい、おわあ、すげえ、すごいな。なるほど、はい、はあ、楽しいですねこれ。もうね、じゃあちょっとヒルクライムにチャレンジしてみましょうか。こっちですね、はい、左ですか、はい、おお、すごい、インディ・ジョーンズの世界に入ってきたみたいな。そうですね、ディズニーのアトラクションみたいですね。そのまま真っ直ぐですね。トラックは矢印があるので、矢印の左側ですね。はい、はい、はい。これはアクセル一定でいいんですね。一定で、はい、ローギアのまま一定で。これですか？これです。これを登ります。いきますよ。はい、どうぞ、お願いします。一定で登っていただければ。おー、登ってる。登ってる。もうあの何も考えずに登れると思いますので。おー、すげえ。すげえ。もうあの戦車のように登っていきます。すげえ、登った。おお、楽しい。これはあれっすね、なんか全然違いますね、サーキットとかとの、あの速度って多分10キロもいってないぐらいの速度なんですけど、アトラクション性は高いですからね。汗かいてるの、これ暑いからだわじゃないですか。エアコン効いてますから、ね、ああ、そうですね。なのにもかかわらず、そうそうそう、ありがとうございました。ありがとうございます。楽しかった。オフロード走行をしてですね、いやよくある、サイドシルのへこみっていうのがあります。で今回ですね、実はここやっぱり当たっちゃうんですね。どうしてもサイドシルですね、ここが当たってしまうので、サイドシルガード、ここをですね、ちょっと今から今後のパーツとしては作っていきたいなと思ってます。それとですね、ここですね、ここにあるのがキャニスターといいまして、ガソリンを気化したものを蒸留するものになります。でこれが今まではエンジンルームに切れたんですけれども、あの今回はあの大型化されて、ガソリンタンクに近いところでの蒸留ということで、キャニスターがここについてますので、ただここはやはりその晴らしたということで、ね、地面から近いところにありますので、ここのガードまたは移設ということを、考えていかなければいけないかなとも思ってます。いやー、もう今日は楽しくて、もう時間がですね、もう1時間でも2時間でもずっと走っていきたい、もう久しぶりにこんなワクワクドキドキするようなジムニーです。本当に楽しいです。ジェビー兄さんですね、どんなことをカスタムしてるのか聞いてみたいと思います。ジムニーのフルモデルチェンジする前の最終型の、あー、 JB23W のの10型ってやつなんですね。へー、いっぱいなんか JB23 だけでも10モデルあるとのことなんですが、この最終型の特徴っていうのはどんなところがあるんですか？四駆の切り替えがボタン式になったり、ああ、はい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 、これですね、パネル周り、これですね、そうですね、そこのボタンとパネルも LED になって、こんな感じ。なるほど、内装メインで変わってってるんですね。そしたらこの現状泥まみれですけど、結構あれですか、あのオフロード走行はちょいちょい楽しまれてる。最近タイヤをマッドテレに変えた。はい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 。これは車高はどんくらい上がってるんですか？車高ボディリフトが3インチで、はい、あとはもうタイヤの大きさでちょっと上がったから。ああ、なるほど。こういった路面コンディションの、はい、場合だと、そのトラクションのかかりだとかっていうのは全然違うもんなんですか？やっぱ元々 HT って言って、
で、はいはいはい、ハイウェイテレンのタイヤ入ってたんですけど、それに比べるともう全く違うし、パンクもしにくくなって、あのガードとかついてるのに泥まみれでもうよくわかんない。でもなんかもうすごいジムニーの正しい使い方みたいな感じしますけど。汚れた方がかっこいいかな。ああいいっすね。じゃあこれも家帰っても洗わないっていう。そうですね、雨で落とす感じ。本当ですか？本当ですか？あ、本当、これは本当。冗談で言ったのに。たまに洗車もするけど。ああ。泥は基本別に落としたいとは思わない。そうなんすね。このなんですか、バンパーフェンダーラインが赤いっていうのは仕様なんですか？そうですね、これはもう車屋さんにやってもらったんやけど、こうしたいって言って、はいはいはい、赤でつなげたいなと思って、ちょっと付属しようかなと思って。あ、そこどうするんですか？黒く？いや、赤くも。ああ。ああ。赤い面積。はい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 。このスコップ。はい。スコップは、スコップがついてるところが自作なんですね。あ、そうですね。ここを自分で作って、ハンズマンで道具買って。スコップはまあ実際使わないけど、なんかつけたいなと思って。実際は使わないんですか？そうですね、一回も使ったことない。いやー、今日は来てよかったですね。新しいモータースポーツを一つ知れたっていう点が一番大きいんですけど、今までやっぱりこうサーキットっていうステージでいろいろ走っては来たんですけども、オフロードのステージを走ってみたっていうのがすごく今勉強になったなって思うのと、単純に面白いですね。普段ありえないような角度で走ることができるので、あー楽しかった。